あ、ペカ買ったの？パチンコは、バースデーパチンコは。評判解除された、ありがてえ。やほー。ごめん、一緒かな。どう？動いた？戻った？なんかカタカタ言ってるけど、まだ。焼きそばいただきます。わかんない、600カロリー。マヨネーズかけようか。そう、福島行かなかった。なんかずっとラグいね、こっちで見ると。ちょっと待って、一回こっちだと、なんかカクカク言ってる、ずっと雷で。ちょっと醤油も入れちゃった。電磁波がバグってるの、雷のせい。麺好き。俺の方もなってない、雷。雨も降ってない、天気悪い。あ、うめえ、うめえ。焼きそば弁当。
焼きそば弁当っていうなんか北海道の焼きそば。うまいって言ってるのがわかるわ。うまいわ、なんか甘いわ。甘い焼きそばって感じ。マヨネーズとか焼き弁うまいんだ。スープは作ってない。あ、スープの方が美味しいんだ。スープ捨てちゃった。なんかなめこの味噌汁作った。その代わりなめこの味噌汁。もしかしたらカップ焼きそば一番うまいかもしんない。わかんないけど、あの焼きそばではね。俺あんまりね、あれが好きじゃないんだよな。あのペヤングが好きじゃない。なんか酸っぱくてね。この焼きそばはちょっと甘い気がする。だからマヨネーズとか合うね。食べちゃったよ。リアありがとう。リアがいないとやっていけない。リアありがとう。いつもリアありがとう。なんか、ちょっと怖いよ、うん、会長が。優しい気持ちなんだろうけど、優しい人なんだろうけど、なんか心がどこにあるかわからん。例えばこう、本心が分かんないというか、だからこう、多分うちのリスナーから見たら、うちのリスナーとか俺を知ってる人から見たら、俺の行動って分かりやすいと思うんだよ。俺の行動って、ああなんかちょっとね、坂口さんと会長の間にこうなんかいたずらして、でも会長と坂口さんが付き合うんだったらどうぞどうぞ頑張ればって、お幸せにって言って、なんか会長って多分裏の裏を書きすぎて俺が怖いとか何考えてるか分かんないって言ってるけど、そう、あんな昨日の行動なんて全然なんかそんなこう
難しい行動してないんだよね。なんかこう本当に分かりやすい行動を取っただけで、この行動で疑心暗鬼になるみたいな。で、そうで、俺とか、あの時いたリスナーさんもそうだし、ポージーもそうだし、俺もそうだし、坂口あんりちゃんからしてもそうだけど、あの時、こう、ナイスさん、ナイスやりてえ、ナイスにいつも煽られてっからな、つって、本気でナイスさんのこと嫌いなのかな、なんか本気でここのね、閲覧ね、七八千人を持って、ナイスさんと戦いたいんだろうなと思って、本当に俺は思ってたんだけど、さっき会長とちょっと話した時に、いや、あれ実はエンタメで、ね、ナイスさんにいつもお世話になってるから、そういう盛り上げてナイスさんといいバトルしたかったんですよって考えてて、そっちの方が驚きだし、ええー、そうなんだ、みたいな。なんかただのお金稼ぎとか、そう。なんか、ね、ナイスさんにお世話になってるから、ナイスさんをこうね、一緒に盛り上げてあげようかわかんないけど、そう。そう、だから、そっちの方が、そう、そうすると、そう、ポージとか俺がただ悪口言ってただけになって、急に話が変わってきちゃうから、あっち側から見たら。うん。そう、だから、でも会長のさっきの話を聞いたら、そう、俺は本当はナイスさんと仲良くしたくて、ナイスさんに閲覧ない時からお世話になってたから、ああいう形で返したかったんですよね、みたいなことを言ってて、あ、その話を聞いたら、あ、わかったわってなるんだけど、あ、だからそれならね、別にナイスさんと仲いいんだったら、別にああいうエンタメやって、逆に俺らが盛り上がってごめんね、なのに、なんかナイスさんはそれで、そういう本心を聞いた上で怒ってて、ね、なんかお前坊主にしろって言ってるわけでしょ。なんかぐちゃぐちゃしててね、なんか、なんか逆に疑心暗鬼になるわっていう、こっちの方がなんか、そりゃなんか安定剤飲んだりおかしくなるわ会長と思って、なんか勝手にぐちゃぐちゃになりすぎちゃって、昨日のあの場ではポージーも今はいいよ、ナイスさんと絡まなくて。坂口さんもナイスさんちょっとめんどくさい。ね、俺も そんなにナイスさんとね、いつも喧嘩になるから、空気悪くなるから話さない方がいいっすよって言って。そう。そんな状況の中無理やりこうね、こう、喧嘩みたいになっちゃったから。八方美人じゃないんだろうね。なんか、こう会長の方がちょっとこう、考えすぎて難しいんだろうね。あ、でも AB 型なんだ、会長とか。まあ、不思議ちゃんなんだろうね。うん。弱い人っていうか、なんか、ね、不思議ちゃんなんだろうねって思うよね。そう。なめこ味噌汁に3つぐらい、2つなめこの味噌汁のちっちゃいパック足してスーパーなめこ汁を食べて、あと北海道の焼きそば弁当を食べました。うん、あー食った。っていうわけで、ちょっとわかんない、そのナイスさんに売名させたりとか、ナイスさんが関わってくるならちょっとそんな、なんか会長と遊んでもしゃあないなって。最終的にね、俺とかエミリさんのことを会長に売名って言われちゃったらなんか悲しいから、別になんか
あんま会長と仲良くしなくていいかなと思ってる。正直、その、うん、話だと。これが悪口に聞こえんの。ああ、悪口、ごめんね、ないよね。なんか言い方がもしかしたら悪いのかもね、なんか。うん。これみんなね、ひーまちゃんごめんね、みんな平等にやってるから。あ、3日花火大会に行きたいんだよと。うん、あせやさん。なんかそう、俺が接した会長と、焼きそば弁当。いや、でも太りそうだね、これ。600カロリーあるから、俺いつもカップラーメンね、350カロリーのばっか食べてるから、すげえ美味しいんだけど、すげえ美味しいんだけど、ありがとうございます。うん、なんか、あんまり食べると、美味しくてこれ食べると太っちゃいそう。今日は、3組ぐらいなんか遊ぼうっていう感じのところがあって、まずね、白浜のぞみちゃんのとこ、家にこう荷物を返しに行くふりをして遊びに行くか。これでも俺、あれだね、一番最終手段でいいと思ってる。やることがなかったら。で、もう一つは、ね、なんか昨日連絡くれた、すんごい、あ、大阪じゃなくて名古屋の子かな、名古屋の子のバチバチにタトゥーが入った女の子、全身タトゥーが入った、もうすんごいんーな女の子と遊ぶ。もう一つぐらいなんかね、今日夜遊べたらっていう女の子がいたから、この三つで遊べたらいいなと思って。で、本会長だ。でも朝ナイスが無限両隊長会長ポージ類似は関わらない。いや別にいいんだよ。っていうか俺からナイスさんに関わったことないから、うん、全然ナイスさんと一生これからね絡まなくても何一つ得ないし、あ、損ないし。まあ強いて言うなら今 LINE で、あ、ピオアン、ピオアンアラブの席はピオアンがいないってやっていけない。ピオアンありがとう。強いて言うなら、3日、それを見越してなのか、それともなんか、またナイスさんの閲覧に貢献しようとしてくんのか、ヒタンが3日遊ぼうっていう LINE 来てた。なんか気持ち悪くない？あそこの夫婦。本当に個人的に遊ぶんだったら別にヒタンに協力してもいいけど、なんか結局そこに持ってこうとすんのか、なんかナイスさんの周りってなんかこう、いろいろこうバーって根を張るから、なんか一筋縄じゃいけない、いない、いかない人が多すぎて、なんか気持ち悪いわ。うん。ただこれヒタンが完璧にね、覚悟があるって言うんだったら一回ぐらい遊んでやってもいいけど、うん。そうそうそう、なんか急にこう手のひら返しがすごすぎて、そう、なんかただ絡み合いたいだけとかなんかそういうんだったらいらないわっていう。うん、それだけ。もうひたんから3日になんか遊ぼうってなんか LINE が来てた。うん、怖いよな、ほんと。そう、さっき LINE 来てた、起きたら。で、まあでもなんか、ナイスさんも、こう、いろんな人に女の子に LINE は送ってるみたいなんでね、なんか、なんだっけ、りんちゃんだっけとか、ね、こう、いろんな中で離婚したから、なんか遊ぼうって言ってるみたいだから、もう、謎だよね、ほんと。
そうそうそう、多分そこに当てたいんだろうね、ヒタも。もし、その淀川花火の時に、なんか、ナイスさんちでわちゃわちゃやってたら、そう、今、その3日花火大会だよねと、ヒタンから LINE 来てて、3日遊ぼうってなんか言ってたなっていうので、こう、重なって、そう、なんか、エンタメに協力するつもり、なんか難しいなと思って。ね、何考えてるか分からない人たちで怖いね、向こうは。で、まあ今俺が話したいのは、その、あれだよな。その、まあ仕方ないんだろうけど、そのね、ゼロワンさんとやっちょさんのイベントのことでさ、こう、たくさんの人が関わってて、たくさんの人が応援してしようとしてるからこそ、ね、こう、ね、ルイジにギフトね、投げられなくてごめんね。やっちょの応援するためにお金貯めてるからとか、ね、いくら投げようと思ってるんだとか、なんか結構報告してきて、俺に報告しなくてもいいし、ぶっちゃけ。誰が誰を応援しようが関係ないし、ごめんね、ルイジ、やっちょに応援するからね、なんかルイジの分も応援するねとか報告いらないし、投げたい人が投げればいいし、そう。で、正直、ね、なんかルイジはいくら投げんのとか、その、やっちょさんリスナーからも、ルイジいくらぐらい投げてあげて、みたいなの来るけど、正直、ね、最後の最後まで接点だったら投げてもいいけど、ぶっちゃけさ、その、二人の金稼ぎに俺別に興味ないし、なんか、もうぶっちゃけさ、こう、勝ち負けが決まってるような試合じゃん。二人の金稼ぎに俺ら巻き込まないでほしいし。だから、純粋にそっちのリスナーだけでやってほしい。ありがとう、イミリがいないとやってきない、イミリありがとう。そこに、うちの類似リスナーが、やっちょさんと仲いいからって、俺がやっちょさんと仲いいからって、うちのリスナーさんがそこにね、もう大金をつぎ込まなくていい。どうせ帰ってこないんだから。ね、応援してやっちょさんが勝ったら、じゃあみんなになんか山分けとかなんかがあるんだったら、ね、応援してもいいけど、俺が10万、20万、30万ぶち込んだとしても、別に何も返ってこないし。ね、ありがとう。マリナがいないとやっていけない、マリナありがとう。二人の金稼ぎで自分らがね、儲かるだけで、俺ら巻き込まないでほしい。で、ね、俺がね、じゃあ30万円やっちょさんにね、相手への被害弁償金で寄付したけど、それはやっちょさんの刑が軽くなったらいいなっていう思うから、ね、やっちょさんの刑期が軽くなったら、少しでも軽くなったら嬉しいなっていう気持ちで、ね、お金を振り込んだけど、今回の件に関しては、どうでもいいもんね、ゼロワンさんに勝とうが負けようが。だから、なんか、そんな自分らのプライドのために、投げたい人はね、達也さんありがとうございます。達也さんがねってやってくれない。せやさんがねってやってくれない。せやさんがねってやってくれない。せやさんがねってやってくれない。応援してねって言うけど、別にぶっちゃけね、応援してねって、それはなんか普通にやっちょ頑張れってコメント書くだけでもいいし、そこに大金を俺はぶち込んでと思ってない。うちのリスナーさんのね、大切なお金なんだから、そこにね、私たちね、3日ぐらいね、類似に投げないで、ね、もう今月すごいお金ね、全部ぶち込むからね、とか、それ俺に言われても、俺はそこにありがとう、ありがとうって思わない。いや、無駄金だよって。うん、俺はそれで感謝全然しないし、ね。それでやっちょさんから何も返ってこないし、うん。あ、もうなもなアラブの席をモナンがいないとやっていけないもん。ありがとう。ありがとう。ありがとう、いつもモナ。俺の嫁モナ。
そうだから そこまでなんかね、なんか自分のね、家計を苦しめるほど投げなくていいし、なんか俺がそこで感謝できないし、いくら投げたかいくら使ったかなんか分かんないし、うん、いやいや配信者なんでみんなに言えることじゃないじゃなくて、そうそう、あの俺に投げてくれたら俺は感謝できるよ、ありがとうって、俺に投げてくれたらお返しもしたいと思うね、ありがとうって思うけど、やっちょさんにお世話になってる人、やっちょさんが好きな人は投げりゃいいと思うけど、自己判断でね、うん、なんかそこで私やっちょさんに10万円投げます、やっちょさんに20万円投げますって言われたところでありがとうって俺なんないから、うん、だからね、なんかもう自己判断で自己満で自己責任でお願いしますって感じ。ただの二人の金稼ぎなんだから。うん。俺にね、やっちょさんに投げたからで1円も俺に入んないし、やっちょさんからルイージリスナーの誰々さんが何万円くれましたってありがとうって言われて、あ、ありがとうって言ってたよって言って、俺からそういうの絶対来ないと思うし、やっちょさんにから俺にも回ってこないし、うん、そう、投げたい人は投げてください、うん、それだけ。いやいやいや、わざわざ言わなくてよくないって、だって言われるんだもん、一人じゃないよ、モナモナ、アラブの席、モナがいないってやってきない、モナありがとう、一人じゃないよ。たくさんの、たくさんっていうか、まあ、10人以上、10人ぐらい。ね、いちいち言ってらんないよ。この、LINE でいちいちコメントね、してらんないし。B さんありがとう。B さんがいないってやってくれない。B さんありがとう。うん、いくらね、ルイジはね、やっちょにいくら投げるの？ね、ここ何日間投げれなくてごめんね、やっちょにお金貯めた。お釈迦様ありがとう。お釈迦様ありがとう。ね、私は何万円課金するけどどうかな？ね。もうどうでもいいわと思って、やっちょさんとゼロワンさんの戦いにそんなに俺興味ないから、朝とかね、晩とかね、ここ最近ね、それでね、こうギフト我慢してた人とかもねいるから、うん、キリがない。そう、ずっとこのなんかこの中にもすごい迷ってる人はいるんだよ。なんかいくら課金しようね、ちょっと苦しいかもしんないけどいくら頑張ってね応援しようかなとか、いや、まあね、しきさんとかやちさんとかね、応援したい人は応援すればいい、自己満で自己責任で、好きな方、好きな時、好きな額だけ。ただ、そこに関して俺は関係ないからねって感じ。投げたい人が投げればいい。そう、俺はそこにね、だからありがとうって感謝も言えないし、うん、そう、応援してるって言うんだったら別に、あ、モナありがとう、モナありがとう、モナがいないって言ってくれ。ありがとう、モナ。いつもありがとう。うん、俺は別にそこにね、何も投げてくれたかって感謝できないし、なんかもう見るだけでも応援になると思うし、で、その、お金が余裕がある人同士の戦いになるから、うん、わかんない。そう、ね。例えば無限さんは1000万投げるとかって言ってるわけでしょ、藤沢さんに。もう俺らの出る幕じゃなくない？まあね、すごい神々様はね、神々様はちょっと本気出せればね、100万円200万円投げれるかもしんないけど、そう、藤沢さんに1000万投げて、じゃあ俺らは勝たせようと思ったら、四季さんを勝たせようと思ったらさ、みんなで1000万以上投げなきゃいけないわけじゃん。うん、もう無駄金やんけと思っちゃう。うん、
だからね、ナイスさんは出せばいいよ。ナイスさんは100万円ぐらい投げてあげればいいよ。お金に余裕があるんだから。で、ね、無限さんに1000万円使わせればいいよ。それができたら、うん、なんか、もういい、それで藤沢さんが得するんだからそれでいいんじゃない？うん。ナイスさんが100万円投げるんだったら、ね、そのうち俺がナイスさんに10万円でもあげるよ。その代わり、藤沢さんに1000万ね、入って、藤沢さんが、みんなありがとね、ナイスくん、ルイジくんありがとねって言うんだったら、うん。その、ね、藤沢さんが俺とナイスさんにありがとねって言ってくれるんだったら、俺とナイスさんで100万円ぐらい投げてもいいよ。俺10万円、ナイスさん90万円ね。なんか、けど、その、聞かなきゃいいじゃん、俺の枠にわざわざ。そう、だから、ね、その、お金に余裕がある人同士だけでやればいいし、なんか、俺はね、そこにね、関与できないし、俺が投げたところで、やっちゃさんにね、なんか俺が、ユニバを投げる、8万円を投げたところで、そこで、やっちゃさんが、勝てるとも思えないから、それがさ、もう、関係ないじゃん、もう、そんな、100万、200万、300万、1000万動く試合でさ、俺の8万円がさ、もう、勝敗に関係ないじゃん。最後の最後で競ってたら投げようかなと思うけど、最後なんて何個ユニバが飛ぶか分かんないんだからさ、もう無理だわ。うん。なんか、もう俺らの出る幕じゃないなと思ってる。うん。だからそうね、なんか無限さんがバラ投げてねって言ってるかもしんないけど、本当にリスナーのことを思うんだったら、リスナーの数で勝負するんだったら、バラで勝負が一番いいと思うよ。本当に。なんかそういう金持ちの楽しい遊び、ね、金持ちだけが参加する遊びじゃなくて、ね、普通にみんなの全員参加型、一番楽しい遊びだったら、ね、ずっとバラ投げて、うん、頑張れやっちゃう、頑張れやっちゃうっつって、本当に応援できるバトルはバラバトルだと思う。うん。ね、そんなのさ、疲れるからさ、ね、爆投げ師さんたちとかさ、やんないじゃん。ね、なんか、ああ、レッチ頑張れっつってさ、ね、1000万投げようとしたら1000万分バラ押さないじゃん。だから、本当になんか、リスナーたちも入れて、すごいいいバトルをしたい。リスナー全員参加型で、ちゃんとした本当の、ね、一人一人の人間を尊重して、戦えるいいバトルするんだったら、バラの勝負が一番かっこいいよ。なんか、もう金持ちだけでやってくれよって。10人ぐらいの世界で、ユニバ何個何飛ぶかの世界で、ユニババラバトルみたいな感じでしょ？やっときゃいいやんって感じ。俺らが関与しても勝敗に関係ないんだから。うん。って俺は思ったね。まあね、こうやって人の企画にね、こう、ぐちぐち言われないでねって言われるから、ごめんねって思うけど。別に水を差す気はないけど、なんか俺らの出る幕じゃないなと思っただけ。いや、なんか01さんのなんか、あれじゃ弁護士がなんか出ないでって言ったんでしょ。いや、関係ない。勝っても負けてもお金は同じだけ入る。何にも、応援した俺たちに何にも、まあ感動あるかもしれない。もうありがとう。もうなんかいないってやっていけない。ありがとう。愛してるやもな。誘われたら、出ない。
そうね、意見はね、こんだけさ、みんながさ、思ってるってことはさ、俺だけの意見じゃないねん。夏田ありがとう、夏田ありがとう。うん、出ない。まあ、やっちさんにお願いされたらわかんないけど、俺のちょうどいいバトル相手もいないし。わかんない。なんか、ゼロワンさんの枠なんじゃない結局。そう。呼ばれたんだよ。ごめんね。呼ばれちゃったの。今日じゃない今日。SSR の時は S がいないってやってくれて S ありがとう。まあワンチャンナイスさんとやってもいいとは思うけど、まあでもこういう発言をした後にやる気はないから、ナイスさんと、バラバトルならやってもいいね。ナイスさんと、その時間に全く被せて、バラバトルやってもいいね。8時からナイスさんとバラバトルやってもいいね。7時？そんな高額ギフトの人らがやる、つまらない、ね、高額納税者の、ね、20人ぐらいが決めるようなバトルより、全員、配信者全員、ね、リスナー全員で戦える、リスナーがもう指を擦れるほどで戦う、バラバトルでナイスさんとやりたいね。うん。絶対にギフト投げんなよっていう。うん、7時から。しかも10回ぐらい。10戦選手で。先に10回勝った方が勝ち。うん。で、負けた方が坊主。負けた方が坊主。みんな多分、明日、多分、っていうか携帯壊れる人も出てくるんじゃない ?iPhone 壊れる人いるんじゃない？こう、携帯ひび入っちゃうやつ。5分間ずーっとこうやって指連打してるから、うん、携帯みんな iPhone 壊れると思う。アホが、あれハマってんの今。アホが、明日みんな指がね皮めくれるよ。そうそうそう。まあまあ、っていうかすごい金額になるよ。バラタップっていくらぐらいいくの？ 1 万ぐらいいくの？みんなで、破門じゃつってもさ、そもそもナイスさんの門稼ぎになってる人いんの？ナイスさんの、ね、門稼ぎ、チャランパンありがとう、チャランパンありがとう。サンアルさんに頼んどくからね。誰もいないのに波紋って言ってんの？すごい。あ、藤沢さんで1万ぐらい行くバラバトルで。ナイス一門って今、ヒタンしかいないんじゃない？モナありがとう。お疲れ様。モナもありがとね、いつも。たくさんギフトありがとう、モナ。ね、チャランパランに。できたら、返せたら。ヒタン荷物なくなった？本当に離婚したの？怪しいわ。マルちゃん怪しいね。ありがとう、マルちゃん。8月3日どうしよう。もしかしたら俺はヒタンと一緒に過ごす未来があんのか。ヒタンも性格悪いよね。わざわざナイスさんの嫌いな俺のとこに来ようとするの。絶対ヒタン俺に気持ちないじゃん。1回ぐらいヒタンとな遊んでもいいんだけどな。
性格悪いよね。朝泣いてた？どういうこと？エンタメなの？どっちなのそれ？怖いよな。不受理手続きで来たんが先に先手打ってた？どういうこと？荷物いっぱいあった？たぶんコンソメの匂いがするらしい。美味しそうじゃん。コンソメだったら美味しそう。なんか俺オニオンスープは好きじゃないんだけど。誘われても行かねえし。今すんごい迷ってる。一個だけ暴露しちゃおうかすんごい迷ってる。わからん。ちょっと待って。LINE 見たいからちょっとだけ LINE 見るね。けど、ここまで言います。一回俺、ヒタンと、ナイスさんが喧嘩してるときに、一緒にバリアン泊まったの知ってる？一緒になんかお風呂配信したの。覚えてる？ちょっと一旦 LINE 見ます。一旦 LINE 見ます、一緒にヒタンと泊まったんだよバリアンで。ナイスさんがね、それでやきもち焼いて怒って、ヒタンもなんかナイスさんにストーカーしてたんだけど、あれ帰ね、なんかその日は帰ったっていうふりしながら帰ってなかったんで、実は。解散って言って帰ったっていう体にしたんだけど、結婚する前。駅まで送ってないよ、多分。そのまんま。俺、バリアンから朝配信行ったもん。そして、ヒタンから
シタが多分この配信見てるからキレてた。 LINE が来てた。てめえやめろやみたいな。ただこれナイさんももうねその時ぶっちゃけてたけど、ヒタンはめちゃめちゃクジラです。ちょこっと触っただけでいや、ビル・ゲイツとせいやさんがいないって言って、あ、ゆっきんちゃん、ゆっきんちゃんがいない、クジラかと、すいません。それだけ。水浴びっていうイメージがある。わかんないよ、俺のイメージだよ、あくまで想像ね。性格悪いわ本当。ひたなんかその興味ないのになんかそのナイスさんをやきもち焼かせるためだけになんか遊び誘ってくるのって性格悪いよ。なんか巻き込まないでほしい。まあ楽しいんじゃない？なんかよそで遊ぶ分には うちじゃなければ。せやさん、せやさんもゆきんちゃんもやんちゃなんだから。あとね、なんか全部体がね水分でできてんだろうね。なんか全部なんかチャップンチャップなイメージあるね。なんか。こっちの方もなんかチャップンチャップなんで、なんかピッチャン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 みたいな。水分筋肉がないのか全部水分でできてるのか分かんないけど、なんか全体的にチャップンチャップンチャップンピッチャ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 ンってイメージ。それだけ。なんか別にずっと暴露するつもりもないしなかったし、なんか何にもあれだけど、なんかそういう性格悪いのに巻き込んでくるから、もう本当離婚するんだったら別にいいじゃんって感じ。しきさん全然記憶にないっていうか、そういうなんかそういうことになってないから何にも分かんない。だからひたんね、名前ピちゃんに変えた方がいいね。ピちゃん、まあチャップンチャップンでもいいんだろう。まあ分かんない、 お酒飲んでるからかな、いつも、うん、いつもお酒飲んでるからなのかな。なんか水分でできてんじゃない？全然大体。ピッチャン、ピッチャン、ピッチャンって感じ。髪を切ってない。おぉ、か、エミリさんはそういうイメージないね。ね、いや別にいいんじゃない、面白いんじゃない、なんか道具として。ポージーからも連絡来ないじゃん。ポージーなんか女と遊んでんじゃない。知らないよ、ポージーがクジラかどうかなんて。ポージーはクジラだったとか、いい、わかんねえよそんな。
当時と試してねえよ。いや俺もなんか意味が分かんないと思う。あ、うなぎは、あ、牛タン届いてた。1位がすき家。うん、まあ、僅差で2位が中尾。好みでもしかしたら、ね、なんか、吉野家が3位。一番ズバ抜けてまずかったのは松屋。もう二度と松屋のうなぎは食いたくないね。なんか白身魚みたい。醤油漬けみたいな。白身魚のしょっぱい煮付けみたいな。俺はクジラじゃないと思う。タワーはなんか可愛い女の子と遊んでるね。紹介してくれるかな、タワー。配信やってる今。タワーはなんか可愛い女の子と遊んでたね。いや、俺関係ないと思う。多分、ある程度の知能がある人が、ヒタンと遊んだら、誰とでも、誰でも多分、ビシャビシャにできると思う。ある程度の知能があったら。っていうくらい、もう、チョロクジラだね。うん。もう触ったら多分、誰でも体質だね。なんかね、酒の飲みすぎなんじゃない、あれ。おしっこなのかもしんないね。なんか誰でもさ、この蓋をさ、こうやって取ることなんて、もうだいたい小学生以上できるじゃん。小学生以上だったらだいたいこのキャップ開くじゃん。こんな感じ感じ。常に振ってある状態って感じ。だから次ヒタンに会ったらメントスコーラって呼んじゃうかもしれない。メントスコーラじゃんって。だから多分次ヒタが配信やったらメントスコーラってコメントが溢れるんじゃない。メントスコーラ、メントスコーラ、メントスコーラ。やだね。また LINE で怒られる。ごめんなさい。いや、なんかその性格悪いなと思ったから、なんかこのまたじ、なんだろう、LINE 来てる時点では何にも気づかなかったのに、なんか8月3日ナイスアンツで集まる。で、その日に被せて、なんかヒタンが8月3日何やってる、空いてるみたいな。で、なんか8月3日こう、ね、みんなで遊ぼうみたいな、こう。また巻き込むのみたいな、エンタメに。で、なんかまたなんか、ナイスさんとこじれさせようとすんのみたいな。性格悪いみたいな。まあ気持ちもわかるけどな。俺も、なんかあっちでなんか、ナイスさんじゃねえ、ね、なんかエミリーさんがなんかやってたら、うん、あのあれだけど、なんかこう、あれだけどね。まあナイスさんの、こう、より先な人もいるしね、俺が。今、ナイスさんが狙ってる人の中で、ああ、俺そいつと遊んだなーみたいな子もいるし。なんか配信者はみんなね、こう、ごちゃごちゃしてるよ。ルイージは永遠の憧れ、みたらなんだね。永遠のライバル、憧れ。まあそうそうそう、日々エンタメしないとリスナー飽きちゃうしね。もう俺らって地獄だよ、これ。
なんかだから一番すごいのってやっぱり無限さんとか、あープリコーさんだよね。プリコーさん、無限さん、無課金さんってやっぱすごいよな。普通に家雑でさ、こうやって喋ってるだけでさ、絶対2000人はいるもんね、閲覧。あんなつまんないさ、毎日のようにさ、バトルやっててさ、あれすげえわ。あー、トコナツさんもね、トコナツさんも。すげえよ。もう、俺も飽きちゃうし、リスナーさんも飽きちゃうし、ねえ。あ、藤沢さんはすごいよ。でも藤沢さんはエンタメやってるじゃん、ちゃんと。いや、俺はね、家雑してたら絶対オワコンになるっていうか、もう1ヶ月俺が家雑してたら多分閲覧100ぐらいになるんじゃない？話すこともないし、ずっともう無言のままで。今日も何かありましたか？つって。今多分配信やってる人がいないし、こう、やっちゃさんらの今ね、事前みたいなもんじゃん。前座みたいなもんじゃん、こんな。今多分ね、ゼロワンさんとかやっちゃさんとか、あそこら辺配信やってないでしょ。だから、ね、この前座みたいなもんで、ヒタンの悪口を言うことによって、この閲覧をキープしてる。すげえ、ごめんだけど、ヒタン、ごめんね。ヒタンのことをね、こう、ね、まあまあ、かわいいと思うよ。ね、スタイルも意外といいし。ただ、チャップンチャップンだけど。全体的にチャップンチャップンだけど、でもね、ヒタのことね、まあ、ナイスさんと関わった時点でなんかそういう目で見えなくなっちゃうけど。だから、メントスコーラって言ってごめんね。ヒタンの悪口を言うことで今、ね、閲覧をキープしてるけど、ごめんね。でもね、多分ナイスさんにはこれでまたね、ヒタンのことムカついたと思うから、なんかナイスさんには してやったりなんじゃない、黒歴史なんだろうけど。どうするかね。なんかちょうどいいバラバトルの相手がいないよな。一番。カオちゃんありがとう。カオありがとう。ね、なんか、ここでナイスさんがさ、枠とかやってたらさ、ね、バラバトルで盛り上がったんだろうけど。こういうところだよな、ナイスさんってな。今後の予定わかんない。今 LINE 何個か来てるから、女の子とは誰かしら遊ぶのかもしんないし。遊ばないのかもしんないし。今日なんかね、今日、なんだっけ。あれ、タワワが遊んでた女の子可愛かったね。福島の女はね、晒してやろっか、じゃあ福島の女の顔。福島の女で、いつも遊ぼうって言ってくんだけど、ね、前日とか当日にバックレる女晒してやろっか。旦那もいる、子供もいる、それなのに遊びたいっつってきて当日にいつもバックレてくる。怖い怖いよ。ちょっと今ツイッターから撮ってくるから待ってて。こいつだって2回目とか3回目やで、バックレんの。いつも。で、私旦那います、だけどね、遊びたいですっつって向こうから言ってくるのにバックレるんだぜ。イラつかない？すべての予約が崩れるから。ちょっと待っててね。
なんか、閲覧があると調子に乗っちゃうね、なんか。ダウンタウンのあったよ、あるよ、3枚ある。ダウンタウンのまっちゃんと浜ちゃんの、なんか切り抜き見たんだよ、なんか、何の番組出てるかわかんないんだけど。で、ね、収録でね、テレビの収録で、100人がね、こう来てくれて、ね、100人の前でこうやってトーク番組してて、ね、ダウンタウンのまっちゃんも浜ちゃんも、なんか、みんながいるとサービス精神でもっとどんどん面白い話しよう。30分の収録番組なんだけど、ね、面白かったら45分、1時間喋っちゃおうと思うんだって。だから、なんか、閲覧があったり、そう、ね、浜ちゃんとかはもう、ね、なんか30分の収録番組だったらね、CM とかあるから20分で話せば十分やんみたいな。ね、20分話しゃね、勝手にね、面白いこととこう、講習、ね、なんか編集して面白くできるやんって思うけど、なんかまっちゃんとか、さんまさんはね、面白かったら1時間でもね、なんかお客さんが笑ってくれるなら話しちゃおうっていうのと一緒で、俺も多分そっち側で面白かったら、なんか話しちゃったりとか、こんなに見てくれるんだったら、今俺の家雑でね、3700人見てくれるんだったら、どん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 エスカレートして、ね、悲嘆の悪口って、ね、正直、あれだよ、なんか、ちょっと大げさに言ってるところあるよ、おもろくしようと思って、ね、悲嘆のことさすがにメントスコーラは嘘ですよ、さすがに。そんな、あんな泡立ちませんよ。泡だらけじゃありませんよ。けど、まっちゃんも悪口でしょ。人のことね、笑うっていうのはね、いじりでもあったり何でもあったり、悪口って捉えるのはそっちの感想なだけであって、ね、なんか、まっちゃんなんてさ、ひどい悪口とか、あだ名とかつけまくってさ、なんか、ね、言ってるし、さんまさんだってさ、いじりというか、いじりって結局悪口、ね。そのバランスだよね、なんかどこまでの。ああ、言っちゃったなって思うことない。それは覚悟してもう話してる。なんだこれ、何のリクエストこれ。間違えたんだ。そうそう、相手が嫌だったらね、と思うけど、まあ、ひたのはね、まあ、あれなんじゃない。許してくれるでしょう。この会長からのこのね、なんかしつこいね。この会長の鳩。会長が坊主になっても変わんねえじゃん。正直。髪型変わんねえじゃん。なんか違いがわかんねえよ。もし会長が坊主になったってよ。見に行ってよ。なんか変わったっつって。昨日会長がね、化粧したら多少変わるかもしんないけど、なんかフランケンシュタインだなっつって。おもろいなってなるけど、会長が髪型ね、坊主にしたからって誰も、あ、会長イメチェンしたねってなんねえよ。ね、こう、フランケンシュタインのさ、なんかね、メイクして顔が白くなった、いつもさ、お稲荷さんみたいな顔色してんのに、なんか顔がね、こう、地蔵色になったら面白いなと思うけど、正直わかんねえよ。会長が坊主になったって。違いわかんねえよ。すごいよね、サンアルさんの絵。なんか、お稲荷さんの色がさ、ね、なんか、コンクリートみたいな色になったらさ、それはさ、ああ、変わったな、つって笑うけど、正直、わかんねえよ。で、お稲荷メントスって。なんでヒタンと会長が遊んでん。俺、昨日、会長が、会長が俺ん家になんか、冷えピタ貼ってったから、その上に絵描いた。会長。お稲荷さんに冷えピタ貼ったらほぼ会長だから。昨日のうちで消そうと思ったんだけど。じゃあ、ね、これが最後の俺の暴露になります、今日多分。
話すネタもないし。見てください。俺に出会い中してきた人妻、人妻の、ね。今いるんだったらここでね、やめてって言ってくれば、見せませんよ。ここで。福島で遊ぼうって言ってきた、ね、出会い中女、人妻の。でも、いつもばっくれてくんの。でも、可愛いよ、マジで。あ、遊んでもいいなと思うくらい可愛い。写メではね。大丈夫？ドタキャン2、3回されてるね。3回かな。拾いがじゃないと思うよ。いない。ばっくれて。可愛いからでも。ワンチャン旦那に怒られてもしゃあないかなぐらいの。謝罪なし。悪気ないんだと思う。可愛くない？でも、マスクの下怪しいと思うじゃん。マスクの下怖くない？絶対マスクの下怖くない？目だけ可愛いパターンじゃない？鼻きれい。鼻も可愛い。鼻見えないんだ、そっちから。ちょっと鼻低いか、これで見ると。わかんない。35ぐらいって言ってたんじゃない？いいでしょ？35ぐらい。なんか子供が2人ぐらいいんのか。旦那もいるっつって。でも遊びたいっつって。これが普通なの？まあ可愛い方でしょ。なんかね、多分、ちょっとね、なんかおつむが弱いのかね。なんか本当に、何の悪気でもなく、何の悪気でもなくばっくれてくる。なんかもう1週間はいかないけど、1週間ぐらい前から、何日なら遊べます、何日の何時に集合でね、郡山市に来てください、何時らへんがいいです、何日からいいです、20何日はダメだったんですけどこの日なら大丈夫ですみたいに、こうちゃんと予定立ててきっちり行く時間まで決めておくのにね、当日に俺が配信終わって、じゃあそろそろ行こうかなと思ったら、ごめんなさい休養が入りました、うん、またの機会で、みたいな、なんか。ええー、みたいな。何にも言わなく、さらーっとドタキャンしてくる。もこちゃんありがとう。もこちゃんありがとう。もう3回目だね、3回目。でももう、行ってばっくれるならわかるんだよ。思わない？行ってばっくれるならわかるけど、行かずにね、なんかちゃんとこう、休養ができてお分かるっていう、ほんと多分、もうお仕置きで。あ、ロイチしつこい。なんか、つまらないし、なんか、なんだろう、自己中すぎる。全然ね、覚悟がなくなる。うん。4回目誘われたら行っちゃうかも。まあ、だから、あれだよね。1回目とか2回目とかは別に、東京に来るとかね、今、なんか釣られたんだよ。何日に東京に行くんで遊んでください。ね。なんか、何日に行きますって言って、
なんかいきなり夜行けなくなりました。で、2回目が、今私なんか錦糸町にいますみたいな、多分、錦糸町でいるんで遊びましょうとかって来て、で、ああ、じゃあ錦糸町行くよって言ったら、なんかルイジさん配信やってて忙しそうだったんで、やっぱりなんか帰っちゃいましたみたいな。そう。まあ、そう、美人だからいつも許しちゃうんだけど、なんかね、はって思う。いつも、そうそう、釣り専門にかなんかふざけてんのかなみたいに思っちゃうけど、でもなんかその、ね、もう一回写メ見せてとかって言うとちゃんとこういうふうに送ってくるから、毎回わかんなくなっちゃうんだよ。なんか、誰？と思って。だけどね、なんか写メ毎回送ってくるから、もう一回遊んでみるか、チャンスやろうか、みたいな。さすがに3回目だからイラッとして晒した。顔が偽物ってこと？まあでもさ、偽物ならそこまで本気で言わなくてよくない？旦那いるんだよねとか子供いるんだよねって。私30歳、なんか30歳ぐらいで、なんか、ね、言えばいいのに。3枚とも違う人には見えないでしょ。髪色とか一緒だし。顔の感じとか一緒だし。見逃した顔。なんか全部同じ服じゃない？あ、全部違う日だね。ネックレスも、ネックレスじゃないや。耳飾りも違うから全部違う日だね。同じ人っぽいよね。違う人に見える。耳飾りのピアスっていうの。ちょっと一瞬トイレ行ってきていい？イェイ！あ、おしっこ持っていけばよかった。普通におしっこだった。言われ放題でかわいそう。あ、ポージ始まった。ポージに旗飛ばして、どこにいんのって。ポージ始まった。正体オフになってる。ポージに旗飛ばして。娘もんがいない。何、意外とルイジ純粋って。あ、会長の小窓にいるの。晒しの毛が怖すぎるって、マジ生意気だからでしょ。なんか、騙す方がよくない？悪くない？すごい感動したお店行くか？これ東京なの？それ。新大久保。感動した。新大久保。うさまが泣いたんだよ。ルイちゃん、ルイちゃん、
教育がちゃんと行き届いてる。ルイちゃんすごいよ。ルイちゃん。ちょっと待って。ご飯屋さん？それとも、女の子がいるとこ？ちゃんと、ね、一回教育したんだよ。と、一回行ったんだよ、普通にお店で。で、ウサマが感動したんだけど、で、もう一回行こうって言って、二回目行ったんだよ。そしたら、ウサマが、あれ？もう全部一緒なの。全部一緒？どういうこと？全部一緒って。どの女の子も一緒。踏み方が上から、こうってしてから、その後、ねえ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 、大丈夫なのそれ。今日激しいな、ルイジさん。目が回った。ルイさん。ルイさん、ちょっと一瞬だけ待ってて。一瞬だけ待ってて。いいな。何今、すごい。こんな顔で止まってるけど、ポージ。西川くんみたい。西川くんで止まってる。ポージさあ。ポージ気絶してた、今、ポージ。西川くんみたい。え？気絶してた。西川くんの顔で止まってた。ルイジさん、ルイさんのとこ行っていい？会いに来ていい？ T シャツが変わってる、お前。お前、同じ止まったな。おぉ。いや、簡単だよ。その女の名前俺言っていいの？いや、そんなんないからな。ルイジの、何にいる？その名前言っていいの？隣に誰かいると思ってんの？いやいやいや、違う、泊まった家知ってるから。泊まった家、うん、いや、ルイさん家の近くに泊まったんだから。そもそもだって俺家の近くに泊まったら今そこにいないじゃん。いや、こっからどうしようと思って今日帰ろうか迷ってたんだよ。ずっと完全に駅変わってるじゃん。違う駅からそこに行ったじゃん。新宿駅に戻ってきたじゃん、電車で。いや、帰ろうと思ってこっちで中核行って、で、あそこになんか酸素カプセルがあったから、酸素カプセルちょっと疲れ取れるって言うから、頭もぼーっとしてたから。ほんとって見るじゃん。ちょっと待って、ほら、コージ髪型かっこいいね。いい感じだね。あ、でも昨日のセットがすごかったよ。あ、ルイさん、ヘアセットしてくれる？いや、その髪でいいじゃん、かっこいいじゃん。いや、これムースンって、その昨日の人うまかった、やっぱ美容師。あの、アイロンでこう、グネってウェーブ作って。そう、昨日の人、あ、昨日写真撮ればよかった。誰かスクショ持ってないかな。なんか、もっと、なんか俺にも送られてきたんだけど、なんかこれが金髪になってたよって言ってたけど、かっこいいと思ってた。うん、どっちかっていうとローライトが目立つ。いい？ここいいんだけど。ルイさん、今日予定は？予定は？昨日のさ、あのタトゥーだらけがめっちゃ今日うぐい女いたやん。画面見せて。タトゥーだらけのエグい女。あの子が、東京にいるみたいで、この子と遊んでる。あの子どこの子なの？名古屋。ちょっと、この子ルイさん、平浜のぞみちゃん家に行こうか。あ、じゃあこの後、じゃあ何か予定は入れるんだ。じゃあわかんないけど、だから、熊永コーチの決まったら行っていい？いいよ。
から向かう。あ、ワンワン。ワンワンが。うん。地元がウルバリンになってるわ。地元がウルヴァリン。どうする？今日も会長と遊ぶ？会長と、なんか会長怖いんだよな。なんか結局最後ナイスさんに全部持ってこうとして、なんかね、あ、ポージ行くんじゃない俺んち、うん、いやいやいや、一人で行きたいよ。一人で白浜さんち行くんだったら。タワーいないね、今日泊まりなんじゃない。最悪さ、ポージとタワーの友達と 4人で遊べるのもいいくない？ストレス溜まってない。なんか歌舞伎町が楽しいんじゃない今。歌舞伎町が今みんなにいい顔っていうか、みんなにいい顔っていうか、なんか無理して、まあそれがみんなにいい顔なのかな。なんか俺らのリスナーさんをこうわざわざナイスさんに流さなくていいじゃんっていう。前あとちょっと痛かったね。ちょっと引っかき傷書かれてる感じ、なんかガリ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 されてる感じ、ちょっと痛かった。まあでもね、ナイスさんに忠誠心はあるんじゃない。一番ナイスさんに忠誠心あるのはもしかしたら会長なんじゃない。なんか他の人は最近疑心暗鬼になってるじゃん。妊婦さんなんだ。なんでタワー、あ、もう解散。わざわざ千葉まで行ってさ、ね、カラオケだけ行って解散させるってさ、リスナーさん舐めてるよね。なんか思わない？なんかタワーに絡んでくるリスナー舐めてない？なんか一緒に配信もできないのに呼び出してさ、一緒にね、なんか映れもしないのにさ、なんかギフト出るリスナーって、友達じゃないでしょ、リスナーでしょ。あ、妊娠してるんだ。まあもう妊娠してたら逆にやりたいことじゃん。何でもしていいやん。妊娠してんだったら何でもよくない？そうそう。あ、まあ、あ、そういうことか。千葉に行くのはこっちからじゃないといけないみたいな。そうそう、配信一緒に映るとか、なんか盛り上げるなら分かるのに、ギフトも投げてないのにわざわざタワーを呼び出すって、なんかタワーのこと舐めてんのって感じ。友達じゃないんだから。いや、心配なんじゃなくてタワーの立ち位置ね。なんか空気読めなくない？トレーナーじゃないよこれ、ロンティ。福島影響だから亡くなった、さっきのせいで、やつのせいで舐めてる。いや、普通に遊んだだけなのかもしれないけど、なんかタワーはね、配信をして稼がなきゃいけないね、足引っ張ってるしかないよタワーからしたら、うん、なんでリスナーが遊びたいっつってんのにリスナーがこっち来ないでタワーが千葉に行かなきゃいけないの。ギフト返してもらってるわけじゃないのに。で、ね、配信も一緒に映れない。何にも得ないよね、タワーからしたら。配信、ね、女の子んち行ったらグリーンバック。ね、一緒にいてもね、私映さないで。なんか、その配信のね、なんか、分かってないなと思う。タワーがいいって言うんだったらね、結局それでいいって収まっちゃうけど、なんかリスナーが舐めてんなって感じ。なんかそういう風に言ってるやつってなんかおかしいんじゃないって思う。
でもゆくゆくは分かってくるはずだよ A さん、ゆくゆくは。だって時間も無駄にしてるね、お金も無駄にしてる、わざわざさね、タクシー乗ってさ千葉までね、タクシーでさ駅まで行って、駅からさ時間かけてさ、タクシーあのね電車で千葉まで行ってあげて、そうメリットがねえわって話だよね。そう男だったら分かるよね、これがめっちゃかなんだよエミリは。すごいかっこいい男だったら、あね、いやそれがしたいんだと思って分かるけど、男だったら分かるけど、ちょっと女は分かんないね、何のために何のメリットがあるのみたいな。向こうにはメリットあると思うよ、せっかくタワーとねいるんだからね、会えるみたいな、タワーに会える、タワーと話せる、一緒にね遊べるって、うん、そんと考えないとな。エミリさん何なの、うさまと遊んでろよ、2万払ってにね、2万でうさまの飯食いに行くんだろ。ほんとさエミリさんのさ周りってさ銭ゲバばっかだな、会長もそうだしうさまもそうだし、気持ち悪いわ。一緒に遊ぶ女から金取ってで、わざわざ金払ってまで遊びに行くエミリも気持ち悪いわ、うん、気持ち悪い同士で遊んどけよ。金払って金もらっての関係でね、そういう関係ばっか築いてるよ。リスナーさんはさね、エミリさんにお金を渡してね頑張れ応援してんのにね、なんかまだ俺は柳五郎さんと遊んでほしいね。柳五郎さん家に泊まるとかさ、柳五郎さん家にお世話になるとかさ、リスナーさんさ大切にした方がいいよ。そう、金払ってるでしか遊べないとこ、自分だって払ってんでしょうか、女の子に。払ってないよ、口止め料で。払ってねえ。携帯見てたからわかんねえよ、こっちはよ。いやいや、払ってねえ。誰だよ、誰だよ。いくら欲しいのとか聞いてるじゃん、自分だって。聞いてねえよ、絶対それ。聞いてるって、ふわっち時代。誰いや、誰とか覚えてないけど、いくら欲しいのみたいな。じゃあ、あげるよ、みたいな。携帯か契約して、分かった契約してあげるね。おいおい、みたいな。連絡も見てるよ。それ顔何？これタワマンじゃない？違う。ふわっち時代。そうタワマンさんがどういうのか知らんけど。タワマンだわ。携帯契約してあげてたりさ、自分だってやばいじゃん。人のこと言えないじゃん。タワマンしかいない。ね。しかも毎回 N A N じゃん。それは別にさ、なんて？お金は関係ないじゃないですか。あんまり人のこと言えないって自分。いいじゃん、エミグレ、たまにははっちゃけても。はっちゃけじゃなくて。お前を大切に思ってる。誰が大切に思ってんだよ。柳五郎さん。柳五郎さんも消えたよ、星の夜空に。謝れよ。いやだね。正直ね。うさまとやなころさんですから。俺は200%やなころさんの方が。お前媚び言うんだよ。いやだって気持ち悪いんだよ。思ってくれてるのは嬉しいけど、ありがた迷惑だね。本当のファンはうちが何をしてもファンだから言っとくけど。いつも聞くと。ね、それなのに、あ、最強さんがお世話になりました、そういえば。前から、ね、金を取ろうとしか。別に楽しければいいじゃん、うちが。マジで金なんて食ってくんだよ、いくらでも。髪切りは。楽しいと思うならいいけど。ね、楽しさはさ、降ってこねえんだよ、自分から行かなきゃ。だから、おめえだってずっと旅してんだろ、女あさりの。それと同じだよ。いいじゃん、たまにはうちだってさ。そうだから、いいけど、フィーバーしても。いいじゃん、うさまが楽だもん。じゃあいいよ、相性もいいじゃん。好きだし。ね。金を払ってでしか遊んでくれない
払ってじゃないと遊んでくれないウサマがいいんだって。金をもらわないとね、遊んでくれないウサマとちょうどいいんじゃない。あ、哀れな人種だよ。幸せになれないわ。もっとね、俺は本当俺を好きでいてくれるリスナーさんと遊びたいし、うん、俺のことを応援してくれるリスナーさんのが好きだし、ね、もっとエミリさんを応援してくれるリスナーさんの中から選んでほしいね、自分を好きな人。だからね、そう、何、それがしたいだけだよね、やりたいだけだよって言ってる人いるかもしれないけど、自分のリスナーと遊べばいいじゃん。自分のリスナーなんて俺のことね、自分のこと好きなリスナーなんだから、こっちの方が簡単にできるじゃん。なんでわざわざ自分のこと見向きもしてないね、人に2万払ってまで遊びに行ってすんなって話。こっちだったらただでできるじゃん。俺のこと好きなリスナーさんなんだから。なんかかわいそうだよ、本当に。柳頃さんすごいかっこいい人だよ。柳頃さん優しいし。すごい俺は一回しか会ってないけど、ああ、いい人だなと思ったのに。自分を幸せにしてくれる人あいつって選べないんだろうな、ほんと。うん、ただできるっていうか、こっちはさ、あれじゃん。逆にお金払って遊ぶの意味がわかんなくない？ただでできるのが普通じゃん。お互い好き同士で気持ちよくさ、ね、遊んでさ、好き同士で遊べんだから。ね、それは顔面審査あるよ。俺だってあっちのこと好きになりたいし。けど、ね、エミリさんの場合は、ただでできるのが当たり前なのに、エミリさんの場合はお金を払って相手に会いに行ってんだよ。そっちの方がおかしいじゃん。しかも相手がウサマって、まだイケメンとかさ、ね、まだ心身だったらわかるよ。ウサマって。一回遊んだ女にさ、一回遊ばれた女にさ、ね、なんか、金払ってまで遊びたくなくない？なんかほんと幸せになれねえ女だなと思う。何回言っても分かんないしね。何回言っても懲りないし。哀れな女だよ。うさまにボロカスのように捨てられればいいよ。何回遊んでもね、もう付き合えないんだから。金払って金だけ貢いでボロカスのように捨てられればいい。お願いします、ポージーに旗飛ばしてきて。ポージーに、ポージーに、ポージーって呼んできて。ポージー、追いかける相手がうさまって。まだ新しい恋にね、してほしいけど。ウサマにも俺言ったんだよ、何回も。もう金取るのはやめてあげてよって言ってんのに、それでもウサマは金取るからね。マジウサマもちょっと嫌いになりそうだわ。エミリさんからお金取るのはやめてよって何回も言ってんのに。なんかな、かわいそうだよな。売名させてあげれてんのに。エミリさん、もうちょっと自分の価値を分かった方がいい。寄ってくる男なんて腐るほどいるんだから、配信者でさ。まだフリーザもマシだわ。フリーザも気持ち悪いけど。フリーザも売名中で気持ち悪いけど、まだフリーザのがマシ。エミリさんにお金を取ろうとしない分。よし。みんないいね。タップ完了、ナイス、ありがとう。団結ナイス。よし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 。怖い人に絡まれてない、大丈夫ですよ。助けに行こうか。大丈夫。新宿怖いよ、いろんな人いるから。もっと行けるはず、タップ、タップでもっと行けるはず。新大久保の、新大久保のだからね、毎日俺もあの他の人と遊んでるのはいいだろう。それじゃなくてね、お金をね、あげないと遊んでくれない。いさまってもっと行ける、もっと行ける、もっとタップで1000行ける、1000タップで。本当話が読めてない人いるよ。1000いける。みおちゃん、ありがとう。メタンちゃん、よし、来るよ来るよ来るよ。まだやめて、まだやめて。
みんな団結ナイスありがとう。クリオ3倍の目標ポイント2100、これいけるかいけるかこれ。みんな100ずつでいいから100ずつでいいから100ずつでいいから100コインずつ100コインずつお願い。うわすごい、一人で行こうとしてる。カオちゃんありがとう。うわエリナ行ってる。なんでそんな高額に投げちゃうの。3倍の時投げてよ。3倍の時に、3倍の時に100ずつ100ずつ。ルルちゃんナイス、ルルちゃんナイス。100ずつ100ずつ、よかったら。ラグいね、ごめんね。いやこっちだと思う、こっちラグいの、もしかしたら。足の目標達成。あ、あ、3倍が始まったら待って、見えてない。やばい、あ、さゆけんちゃんありがとう。あ、あ、あんなちゃんありがとう、ありがとう、あんなちゃん。待って、嘘でしょ、待って、あぶねえ、あぶねえ。マリアちゃんありがとう、ありがとう。お願いします、3倍でよかったら。3倍、みんな3倍だよ、ここで。神風さん、ありがとう。3倍でいってほしい、3倍。やってくれ、エリア、ありがとう、エリア、ありがとう。クマ、クマ、アラブ、次はクマ、ありがとう。ムーちゃん、ありがとう、ありがとう、ムーちゃん。ミッキーちゃん、ナイス。あ、間違えた、間違えた。マリアちゃん、マリアちゃん、ナイス、ありがとう。マーちゃん、マーちゃん、ありがとう。アンナちゃん、アンナちゃん、ナイス、ありがとう。ありがとう、アンナちゃん。ちょっと待って、3倍だよ、3倍。ルイルイちゃん、ありがとう。ありがとう、ルイルイちゃん。ありがとう。ね、3倍だよ、3倍。3倍、みんな言ってほしい。マリアちゃん、ナイス。マリアちゃん。ミキちゃん、ナイス。これ、待って、もう少し言ってほしい。お願い、お願い。アンナちゃん、ナイス。ありがとう。コンブチャちゃん、ありがとう。ちょっと待って、ユカちゃん、ありがとう。みんな、ありがとう。ムマサさん、ありがとう。マサさん、ありがとう。まず、マリアちゃん、ありがとう。誰かグローブ持ってる人、グローブ出してほしい。ラスト30秒。とか、ありがとう。さゆけんちゃん、ありがとう。ともか、ありがとう。まるちゃんも、ありがとう。ね、ラスト30秒、グローブある人いますよ。グローブある人。誰か、ありがとう。誰か行ける人いない？グローブある人いますか？グローブ。強いんだよ、コージ。グローブ持ってる人。グローブある人います。朝グローブ持ってる人。あ、ピンキーちゃんありがとう。グローブ使う。ミキちゃんのグローブ使おう。よし、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 ラスト、ラスト行ってほしい、みんな。みんな、ラスト、ここでグローブ、グローブちゃん、グローブ。ここで行ってほしい、ここで行ってほしい。ムーちゃんナイス、ムーちゃんナイス、ありがとう。ありがとう。ニーナちゃん、ミキちゃんナイス、ありがとう。ありがとう、ミキちゃん。よし、ここで行ってほしい、お願い。久々に勝ちたい、お願い。みんなお願い、ここで行ってほしい。みんなお願い、マリアちゃんナイス、ありがとう。嘘でしょ、ミキちゃん、ミキちゃんないっす。お願い、お願い、お願い、本当お願い、本当お願い、本当お願い、お願い、もう少し、お願い。よし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 。ミキちゃんないっす、ありがとう、ありがとう、ミキちゃん。ヒーちゃんないっす、ヒーちゃんないっす、マヤナちゃんありがとう。お願い、もう少し、もう少し、もう少しいける。ライムちゃんありがとう。俺ずーっと、ずーっとお願い。ちょっと待って、マヤナちゃん。ルイルイちゃんありがとう。お願い、お願い、みんなお願い。エリナ、ありがとう、エリナがレートやってます。ナイス、惜しかった、みんなありがとう。ピンキーちゃん、ありがとう。みんなありがとう。ものすごい頑張ってくれた。みんなありがとう、マジで。うわ、悔しい。ルイさんに勝てんな。悔しい。王子強いな。いつもギリギリ。勝てない。みんなありがとう、でも。つけたてでものすごい頑張ってくれてた。はい、ミートでね。ありがとう。うん。みんなありがとう、ほんと。サンキュー声みんな。クマありがとう、クマがいないでやっていけない。ユキンちゃんありがとう、ユキンちゃんがいないでやっていけない。パンパンありがとう、パンパンがいないでやっていけない。エリナありがとう、エリナがいないでやっていけない。チロルありがとう、チロルがいないでやっていけない。カムイありがとう、カムイがいないでやっていけない。ミありがとう、ミありがとう。ピオありがとう、マメありがとう、みんなありがとう。で、ポージーのリスナーはミキちゃんと、強いな。やばい、見てんのばいな、アンナちゃん、ミキちゃん、ポージーのリスナーさんもポージーもありがとう。ありがちゃん強い。ルイさん前までどっこいどっこいか勝ってる方が多かったのに、もう最近全然勝てなくなった。みんなありがとう。前回のポージーが来た時までは、若干ポージーの方が強かったよね。そう。
なんか、俺の方が勝つ割合が高かったけど、一回、その後帰ったでしょ沖縄に。沖縄に帰ったら、その後から一気にルイさん、こう、急上昇して、一気に勝てんくなった、もう。ありがとう。あれから俺一回も勝ってないもん。ずっと。そんなに暴露もしてないけどね。いや、そうだけど、でも、10回ぐらいはやってない？多分。やってないかな？ 10 回ぐらい？ 10 勝ぐらい。リードしてるでしょ？ 10 回ぐらいは多分。わかんない。だともう、あ、もうあれから勝てんもん。ありがとうね、ほんと勝たせ。まだまだ余裕あるでしょ？ないよ。嘘でしょ？うわ、悔しい。うち向かってきてんの？ん？うち向かってきてんの？そうだよ、もう近いよ。うん、じゃあ皆さん本当ありがとうございます。じゃあポジオ俺枠切るから。あ、やばい、固まった。これで一回切るね。あ、向かっていい？そのまま。うん、いいよ。あ、ありがとう、ルイさん。ルイさん配信しないの？うん、わかんない、ちょっと待ってて。 LINE いじれないんだよ、俺の携帯配信してると。あー、そっかそっか、わかった。いや、ちょっとね、なんか買ってくるもんある？コンビニとか。大丈夫。いらない？わかった、うん、はーい。皆さんありがとう、勝たせてくれて。いつもありがとう、勝たせてくれてありがとう。しんないけど、そのね、小さいギフト投げるのやめてとかさ、大きいギフトだけ投げてとかさ、なんか、いやいやいや、ね、お金ってほんと大変だから。あ、小笠総長、ありがとう、小笠総長。ごめんね、小笠総長。あの、昨日、そんなに応援できなくて。そう、だからね、ギフトありがとうございます。うん。誕生日おめでとうございます。いつかね、ご飯でも行けたら。ウォン会長とね、なんかポジいるときに行けたらいいかもしれないです。小笠総長、ありがとう。小笠総長ありがとう、小笠総長ありがとう、小笠総長ありがとう。ね、もったいない気もするよね、配信者同士でね、投げるのも。ちょっとみーかわいいね、ちょっと。だから、まあね、ちりつもでさ、みんなの気持ちなのにね、会長わかんない。ポージー次第。応援したいけどね、ほんと俺らの応援でさ、やっちょさんの勝敗が変わると思えなくて。うん。やっちょさんの、小笠総長席を。やっちょさんの、なんだろう、リスナーが頑張ってくれて、それで、あとちょっと俺らの人推しが欲しいって時だったらもしかしたら投げるかもしんない。うん。ただ今の状態で俺が投げても勝敗がさ、変わらないなと思っちゃって。わかんない、しきさんがどのアカウントでバトルか。うん。じゃあみんなね、ありがとう。みんなありがとう。みんなありがとう。まあそうそう、自由だよ。自由だけどさ。うん。そう、自由だけど、まあ、やっちょさんにもね、なんか、まあ、やっちょさんは、俺のね、配信を教えてくれたっていうか、配信を始めるきっかけになった人だから。で、俺は一応ポージの枠にいるから、よかったらポージの枠もね、面白くない下のね、なんか応援する人のないバトルの時はポージと俺の枠見てほしいし。ありがとうございました。たくさんギフト。今日もありがとう。みんな、応援したい人を応援して、俺のために誰かを応援するっていうのはやめて、ね、しないでも、俺応援で、ありがとうって言えないから。サビありがとう。俺がね、やっちょさん応援してくれたところでありがとうとか感謝も言えないし、誰が応援したのかもわかんないし、好きな人でお金をね、大切に。俺もね、すごいギフトね、バトルとかやってさ、こう、たかっちゃうんだけど、みんなのお金。お金を稼ぐってすごい大変だから。1時間働いてやっと1000円だからさ。うん。お金を大切に。
投げすぎちゃダメだよ。なんかみんなが辛い、自分の生活が辛いって言うほど投げすぎちゃダメだよ、うん。ありがとうございます。ゆきんちゃんはね、ちょっと違うけど。俺の生活がかかってる。あ、ひまりちゃんありがとう。ゆきんちゃんは違うけど。ありがとうございました。じゃあまたね、ありがとうございます。ポージの枠遊び行ってください。ポージの枠。またね、ありがとうね、ほんと。ゆきんちゃん元嫁だから甘えちゃう。またね、ありがとう。失礼します。ほんとね、ほんと僕を生活を楽にしてくれて、豊かにしてくれてありがとう。感謝です。コメントもね、閲覧も来てくれるのもすごい嬉しいから。楽しく話してくれてありがとう。またね、感謝しかないから、ほんと。